皆さんこんにちは。ウィークリー姫路の時間です。新学期が始まりましたね。まだまだ暑い日が続いていますので、生活のリズムをしっかり整えて体調管理に努めていきましょう。それでは街の話題です。はじめに8月25日姫路市市民会館で姫路教育フォーラム2016が開催されました。姫路教育フォーラムは、学校教育と家庭教育の連携のあり方や、地域と協働した子育てについて共通理念を確立し、子どもの教育を社会全体で支援していこうとする機運を高めることを目的に毎年開催されています。今回は、ふるさと姫路の未来を開く人づくり、学び、つながり、高め合う教育を目指してをテーマに、教育について様々な視点で展示や講演が行われました。オープニングでは、姫路市内の子どもたちが登場し、姫路市が一昨年度から取り入れている古典名文暗唱ノートを活用した発表を行いました。はじめは緊張していた姫路市立青山幼稚園、青山小学校、鹿間西中学校の子どもたちも、頑張って暗唱した成果を堂々と発表しました。姫路市が推進する健全な自尊感情を高めるライフスキル教育を授業に取り入れている姫路市立東光中学校が授業のテーマ、いじめ問題について発表しました。岩見俊勝姫路市長は、自分で物事を考える力がとても大切。学校、家庭、地域で連携して、未来を担う子どもたちを育んでいきましょうと挨拶しました。教育委員会からは、姫路市の小中一貫教育、これまでとこれからをテーマに、平成23年度から市全体で推進している小中一貫教育の成果と課題、また、義務教育学校の設置などについて報告しました。また、パネル展示のコーナーでは、各教育機関や協力団体、地域の方々が、子どもたちの健やかな成長を支援し行っている様々な取り組みが紹介されました。講演では、作家の阿藤田隆さんが、日本語は楽しいぞをテーマに話されました。直木賞や吉川英治文学賞などを受賞されている阿藤田さんは、姫路市においても、和辻哲郎文化賞の選考委員としてご活躍いただいています。今回は、日本人の読み書きの力、日本語や読書の素晴らしさについて話されました。次に、姫路市未公開前の姫路市立中央保育所のリニューアル工事が完了し、8月27日、竣工式が行われました。どうぞ。姫路市立中央保育所は、施設の老朽化に伴って、施設の安全性と利便性の向上を図るために、新園舎を設置することになりました。新園舎での保育の開始を前に、8月27日、関係者が集い、竣工式が行われました。岩見俊勝姫路市長は、姫路市では子育て支援を施策の重要な柱として進めています。この保育所が地域の皆さんに親しまれ、交流の中心となることを期待していますと話しました。中央保育所の建設に携わった企業に、岩見市長から感謝状が贈られました。式では、中央保育所の5歳児による歌が披露され、元気な歌声が新しい園舎に響きました。姫路市立中央保育所は、0歳児から5歳児までの就学前の児童を保育する総合園として生まれ変わりました。0歳児、1歳児の受け入れに必要な乳児室や沐浴、
鍾乳設備を新たに設け、保育機能の充実を図りました。姫路市では子育て支援の総合情報サイト、ワクワクチャイルドを開設しています。保育所の情報も掲載していますので、ぜひご利用ください。続いて広報推進員のコーナーです。皆さんこんにちは。今回は播磨地方でめったに見ることのできない生き物や今話題の生き物を紹介するため姫路市立水族館にやってきました。姫路市立水族館は播磨地方の里地里海で見られる身近な生き物を飼育員が長年集めてきた資料を使って五感で楽しんでもらえるよう工夫を凝らして展示しています。水族館では播磨地方の身近な生き物を展示紹介しています。長久さんよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。それでは早速なんですけども皆さん、はい、こちらの水槽に展示している生き物何か分かりますか？どこですか？あそこですね。なんだか硬い殻がついてますよね。そうですね、その通りですね。これは何ですか？あの生き物はですね、カブトガニという生き物なんです。はい。で、この水槽の中には今2種類のカブトガニが入ってまして、はい、アメリカカブトガニとカブトガニという生き物なんですけれども、この度、ボーゼの漁師さんが、うちの水族館の方にカブトガニ、播磨灘さんなんですけども、寄贈いただきました。なんと、まあ、うちの水族館では展示22年ぶりなんです。22年ぶり。このカブトガニなんですけれども、はい、約2億年も昔からその姿を変えてないので、生きた化石って言われてるんです。なるほど。で、まあ、干潟が昨今減少してきたので、やはり瀬戸内海でもどんどん減少してきてしまっているという生き物なんです。ですので、ぜひ、まあ、今の機会に、この播磨灘さんのカブトガニを見に来ていただきたいと思います。はい、それでは、三浦さん、この生き物は何かお分かりですか？長久さん、さすがにこれは分かります。亀の赤ちゃんですよね。そうです、これは赤ウミガメの赤ちゃんでして、なんとうちの水族館の人工砂浜で、生まれた赤ウミガメの赤ちゃんなんです。でうちの水族館では、平成24年から5年間連続うちのウミガメプールの方でウミガメのお母さんが産卵を続けております。今もどん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 とご飯を食べて大きく育っておりますので、この小さな可愛い姿は今しか見られません。はい、ぜひ今ご覧いただきたいと思います。本当に小さくて可愛いですね。可愛いでしょ。これは必見です。はい、東急さん、はい、他にもめったに見ることのできない生き物っているんですか？はい、それがこちらです。何かご存知ですか？タガメですか？正解です。はい、こちらのタガメという、日本最大の水生昆虫なんです。普段は水田とかそれからため池等に住んでいまして、はい、カエルとか小魚を襲って食べています。はい、それでは三浦さん、はい、タガメなんですけども、どうやって餌を食べるかご存知ですか？わからないです。はい、じゃあこちらを。わあ、大きいですね。そうですね、これがタガメの顔のアップです。でどうやって食べるかと言いますとね、はい、こちらに先の尖った針のような口があるんですけども、はい、これを相手の体の中に差し込みます。そうしますとさらにここからもっと長い針が出てきまして、はい、でこのタガメの唾液消化液みたいなものがこのチューッと相手の体の中に入っていきましてね、はい、その先で相手の体がジュルジュルジュルと溶けていくですって、はい、で最後にそれを程よいこれにシューッとまた吸い込んでいくと。なるほど、とっても強いんですね。そして水族館ではこんなコーナーもあるんです。このタッチプールではサメやエイに実際に触れることができます。それでは三浦さん、はい、こちらのこの生き物は何かご存知ですか？これはミジンコですか？でもミジンコって珍しくないですよね。そうですね、こちらの生き物は暗い海の水の中で青白い光を放つというウミホ
ホタルという生き物なんです。でこちらで住んでいるかといいますと、はい、国内広く分布はしているんです、はい、例えばですけれども瀬戸内海でも、静かな波のそういった砂浜に行きますと大概は住んでいるようなんです。はい、夜行性で昼間は砂の中に潜ってるんですよ。で夜になると餌を探しにゴソゴソっと出てきますので、水族館では、この度、その観察会、夜間観察会っていうのを設けるんですけれども、夜間に採集をして皆さんに観察会を開いてもらうということです。参加してみたいですね。はい、ぜひご応募いただきたいと思います。海ほたるの夜間観察会は9月24日土曜日の午後6時30分から午後8時までです。悪天候の場合は中止になります。定員は50人で、開催場所は姫路市立遊漁センター付近です。どなたでもお気軽にご参加ください。ご希望の方は9月12日月曜日までにはがきかファクスで水族館までお申し込みください。宛先はご覧の通りです。めったに見ることのできないカブトガニやアカウミガメの赤ちゃんをぜひ見に来てください。海ほたるの夜間観察会の参加もお待ちしています。平成28年度臨時福祉給付金及び障害遺族年金受給者向け給付金のお知らせです。平成26年4月に実施した消費税率引上げに伴う所得の少ない方への影響を緩和するための平成28年度臨時福祉給付金と、1億総活躍社会の実現に向け賃金引上げの恩恵が及びにくい所得の少ない年金受給者の方を支援するための障害遺族年金受給者向け給付金の2つの給付金の申請受付が9月1日から始まりました。対象と思われる方には9月初旬より申請書をお送りします。支給対象者は平成28年1月1日の基準日時点で姫路市に住民登録があった方で、平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者には1人につき3000円が、また障害遺族年金受給者向け給付金の支給対象者には1人につき3万円が支給されます。姫路市よりお送りする申請書が届いた方は必要事項を記入いただき、返信用封筒で平成29年2月1日までに提出してください。詳しくは姫路市臨時給付金コールセンター電話番号 079-221-2922 までお問い合わせください。今回のウィークリー姫路いかがでしたか？それでは最後にハッピー姫路っ子をご覧いただきながらお別れします。さようなら。ワクチャで小さな手のひら一つぼんだだけでほろり涙が